国会でですね、閉会中審査で岸田首相を出席して、その意義などについて説明をしました。お聞きになった上での質疑の受け止め、京都大学の福島さんの受け止めをさせてくださいというのが1点と、それからこれまで福島さん、国葬するかどうかの基準を明確にすべきだというふうにおっしゃっていましたが、国葬なんですか。国葬をすべきかどうか、例えば民主党の総理がお亡くなりになったときに国葬すべきかどうかという基準を明確にすべきだという話がさせていただいているんですけど、岸田首相その点、昨日はさまざまな状況の変化によって評価が変わるといったようなことを話して、応じなかったようなんですけれども、その点についての所見、2点お伺いできますか。それは僕の中で2つもほぼ同意義なんですけれども、やはり昨日の議論を聞いていると、国葬、どういう場合に国葬になって、どういう場合に国葬にならないのか、やはりこの基準をもっと明確にすべきだと思います。時の政権が、いわゆる国葬をするかどうかっていうのをほぼ自由裁量で決めるというのは、僕はこれやっぱりおかしいと思います。だって、じゃあ自民党政権だったら、その時たまたま自民党政権だったら、じゃあ民主党政権の時の総理の場合はこれはもうないんです。やらないんです。本来内閣ってそういうものではないと思います。そう考えて、しかも国葬ですんで、これはその政党の葬儀をするならよくわかるんですけども、国葬ですから、これはある意味国葬である以上、これはもう党派を超えて当然みんなが参加する、これが本来国葬だと思います。これは共産党とか社民党も含めて、それは党派を超えて参加するような、そんなきちんとした枠組みを作るのがやっぱり国葬だと思っています。でもう早速共産党はもう参加しないと言っていますし、やはり明確な基準を作らないと、それは党派制で判断しているというふうに思われても仕方ありませんので、だからここはそういった意味ではどういう場合に国葬になり、どういう場合に国葬にはならないのか、その基準を明確にしなかったということについては僕は間違えていると思います。でそれができないんであれば、自民党とやっぱり総務としてやるということであれば誰も反対はしないと思いますので、そうすべきだと思います。内閣なので、しかも国葬するということになるのであれば、そこは一定の基準を作って、それが民主党政権あっても適用されるようなものを明確にやっぱりやっていかないと、それが僕は行政だというのを思います。ただその点は残念です。関連してお伺いします。その上でも、かねて、国葬取り行われる場合は出席するというご意向を示しておられたかと思うんですけど、その点については変わらないということでよろしいですか。それは変わりません。でも国葬をするということが決定されているわけですから、やっぱ基準を明確にしてもらいたい、すべきだという考えは当然持ってます。持ってますが、今、国民から支持をされて、政権を担っている政権が国葬をするという判断をしたのであれば、あれこれは大阪府として、これは大阪は自治体として国家の一部ですから、そういった意味では国葬に参加するというのは僕は当然だと思っています。そこで何かこう自分の思うような、いやそのいや国葬の基準を明確にすべきだということをしてもらえなかったから参加しませんというのは、それはそれのが違うと思います。国葬というのが決定されて、行われるわけですから、そしたら自治体の長として、知事とすれば、僕は参加すべきだと思います。他にございますでしょうか。で実際参加します。はい、読売テレビ前川です。日本維新の会、馬場代表が、今日大阪の、公明党の現職だったというロックに進めて、維新会の候補を擁立するという意欲を示したんですが、共同代表として、そういうお考えは、すぐに聞いておられるんですか。これは誰を公認するかどうか、これは最終決定権は代表ですから、代表の判断事項だと思います。なので、代表がそう判断するのであれば、当然、それは。我々としてはそれを支持しています。です、吉村さんとしても、都構想を元にした公明党との、協力関係
けというか、というのはもう常にリセットされてるという考え方でどうしてますか。今だって都構想を目指す、僕自身が都構想を目指さないという言ってる以上、まあ、秘訣にもなりましたので、確かにそういった本当に本当の意味での大改革を実行するという意味で、さまざまなあのこの政党と協議をするというのは、僕はこれは ある話だと思っていますけど、それはもう今ありません。うん、ですので、まあ、それを前提に、ガバ代表が誰を公認するのか、どこに公認するのか、まあ、もちろんそれは僕も意見しますよ、共同代表ですから。まあ、でも選挙に選ばれたのはババ代表ですから、ババ代表の判断をサポートしていきます。他にございますでしょうか。じゃあそれをもし自分がこれは違うんだと言うんであれば、まあ、自分が代表にならないとダメだと思います。よろしいでしょうか。それでは本日の囲み取材終了いたします。